があります、はいはい、タイトル清し金返せ、うちのおじさんは30年前足立区のある飲み屋さんで清さんと同席になり、ファンクラブに入会しないかと誘われ、当時20万円を取られました。おじさんは騙されたと今言っていますと。お前今フンってあのやるんだよ。俺ファンクラブなんか作ったことねえっつんだよ。お前がだってあのたけしを呼ぶからなんかって詐欺してんだろ。今度ね、あの、うん、横浜でちょっと寄せやろうかなと、うん、横浜で殿が出てもらってさ、お前寄せで何やんのお前。もういい、違う違う、もう入れ方入れ方出ろよ、ゲーやれよ、ゲーもう土日だけね、あの、石崎町で、うん、石崎町土日寄せってやろうかなと思って。土日寄せ。じゃあ、ビート教師君が石崎で。はい。誰が来るの？いや、誰が来るか分かんないですよ。ビートたけしさんじゃないですか？ビートたけし。あの、モノマネのビートたけしさん。で、あの、この、ビバリーシルズもそっから。シルズ何でも持ってくね、お前。ビバリーシルズしかも。なんか貧乏人がふっふっする感じがするんだね。さあ、そろそろじゃあ、時間も来ましたので、はい、じゃあ、教師さんはこれから前向きにやっていくと。いや、やっていきますよ。宣言するから。はい、せっかくね、オフィス北の家入れていただいたんでね。オフィスからね。やっぱりね、殿の足にしっかりしがみついてね。殿って。払ってもらおうとしてたから。そうそう、殿。じゃあ、殿から一言じゃあ、教師さんなんかありますから。もう、だからね、もう、うちの事務所はうるさいからね、だからね、あの、たけしに合わせちゃうとかね、ファンクラブ作ったとかね、人の名前使わないよと、でね、金集めないように、あとね、スタジオにね、用語のやついっぱい連れてこないよ。だよね、7人ぐらい連れてきちゃうんだもん、あれは、あの、伊達企画なんだよ、怪しい人もいましたもんね、はい、いた。というわけで、今日のスペシャルゲストは、はい、2ビートのお二人でした。ありがとうございました。